は偽りの自分を一人で演じていませんか？自分と一緒に本当の他人を演じてみませんか？子供アニメ声優教室。子供アニメ声優教室、好きこそものの上手なれ。この時間は子供アニメ声優教室の DJ ゆうた、小学6年生がお届けします。本日のゲストはアスカ11、アイリ小6です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう12月になってきましたけど、12月はねもうみんなが大好きなあのイベントがあるとということで、今回の企画もそれになったと思うんですけど、みんなちゃんと考えてきましたか？いっぱいありますね。それは楽しみですね。それでは本日のトークテーマは、クリスマスのプレゼント頼み放題なら何にする？イエーイということで、今回の企画はクリスマスのプレゼント頼み放題ということで、皆さんもちゃんと考えてきたということで、すぐ楽しみですね。はい、超楽しみです。はい、じゃあ全員が1個ずつプレゼント言っていくってことでね。ではまずアスカさんからどうぞ。はい、自分はまず楽器系でサックスが欲しいですね。自分用のサックスが欲しいです。お高いのでね、簡単に買えないので。じゃあ次、アイリさん。はい、私はガラスペンっていうペンが欲しいと思います。 おしゃれ。僕はまあちょっとゲーム系とかが多いんですけど、最近ハマり始めてるメタルギアのゲームっていうのが欲しいんですよね。ああ、なるほど。次ですね。2個目は自分が、また楽器系なんですけど、クラリネットが欲しいですね。いや、やっぱ楽器系ってほとんどもう全部お高いので、もう何万も何万もするので、簡単に手出せないので。では次。はい。私は、サッカーゴールで最近サッカーの練習を始めたので、なんか入れるゴールが欲しいなって思ったので。すごいですね、楽しい。どこに置くんですそれ？なんか広いスペースがうちにあるので。あ、マジで？ここに置こうかなと。なかなか置けるようなもんじゃないなと思って。置けるようなスペースじゃないと思う。結構でかくないですか？結構でかいですよ。でかいな。大金持ちかな。大金持ち。私有地持ってるかもしれない。はい、じゃあ次。次は、まぁ、あ、ちょっと前にも似たような音出したかもしれないんですけど、まぁ、あ、スパイダーマンの新しいフィギュアとかゲームとか欲しいですね、やっぱり。好きですもんね、スパイダーマン。はい、めっちゃ好きです。じゃあ次、自分、3つ目かな。自分は、ペンケースのちょっと自分の好きなレザーのペンケースがありまして、それがだいたい7000円ぐらいのやつがありまして、それが欲しいなーってなってるんですけど、ちょっとね、お財布が薄くなっちゃうので、今は手を出さないで置いてます。じゃあ次、アイさんですね。私もなんか、アスカさんと似てて、楽器系になるんですけど、おーキーボードの練習をしてみたくて、キーボードというか、キーボードを弾く、あんまりうまく弾けないので、うまくできるようになりたいなっていうんで。マジですか？それだったら、ぜひ音楽系の部活に中学の時入ってくださいね。はい。僕が他に欲しいものはちょっとまたフィギュアなんですけど、はい、なんか昔からドラゴンボールにちょっとハマってて、そのフィギュアもちょっと欲しいんですよね。今2つ持ってるんですけど。ああ、なるほど。じゃあ次、4つ目かな。4つ目、自分はディズニーの年パスが欲しいです。ちょっと結構お高いんですけども、やっぱディズニーって何回も行きたくなりますから、なんか一回一回だとつまんないなと思っちゃうので。あれでもそういう年間パスポートって廃止されたんじゃなかったんですか？ま、なんか廃止されたって聞いたような。本当ですか？初耳なんですけど。マジ、ディズニー行きたいですとにかく。ファストパスもなくなったらしいし。マジ、初耳すぎるんですけど。
マジですか。あ、じゃあ次、愛理さん。はい。私は、実況者のグッズが欲しいなって思いました。なんか日常組とかの。ああ、日常組か。なるほど。日常組。じゃあ次。はい。じゃあ次は何ですかね。まあ、前に海遊館って場所に行ったんですけど、そこに結構ぬいぐるみがあったんで、そこのぬいぐるみがもう自分が気に入ったやつ全部欲しいですね。もう全部ですか。気に入ったやつだけでいいんですか。はい、生きがいしましょうよ。ここからここまで全部ください。じゃあもう何でも全部欲しいですね。全部買えます。はい、もうそうしたいです。じゃあ次、自分はさっき楽器を言ったんですけど、それを吹くのにリードというものが必要でして、それがなかなかお高いものでして、うん、それが欲しいです。とにかく今それで金欠状態なので。じゃあ次。私もないです。マジですか？天才もないです。物欲がなさすぎる。その天使ですか、あなたは。5個目ですか。5個目脱落ということで。では次。僕も実はもうないんですよね。もうないです。マジですか。ちょっと待ってください。アスカさん、あと何個ですか。待ってください。50個も用意した自分がバカみたいじゃないですか。でもあとはもう、あ、じゃあアスカさん6名そんな今日だけで50個ぐらい書いちゃったのに記憶が。自分はまずマッサージ機系が欲しいですね。最近なんかアイマッサージャーとかなんか首のマッサージ機とかありましてね。自分最近部活で本当に肩こりがひどいので、そういう系を直したいです。あと お高いお財布が欲しいです。レザー系の革系のやつが好きなんですよね。あと他はほとんどなんか漫画。あと8個目ですね。あと他に、タンブラーってやつと、9個目にコーヒーのやつが欲しいです。何でしたっけ？コーヒーのなんか入れれるなんか便利なやつが、あれが飲みたいですね。で次が、何個目だ？ 10 個目？ 10 個目の入浴剤が欲しくて、その次にフィーケユーフォニアムの全巻が欲しくて、マリオパーティー欲しい、プヨテト欲しい、オレンジネロの 0.7 ミリが欲しい、異世界おじさんの全巻が欲しい、七つの大罪の全巻が欲しい、俺レベの全巻が欲しい、ロッドリングのラピッドプロ全が欲しい、クルトガダイブが欲しい、ワイヤレスイヤホンも欲しいし、なんで恋の未放録っていう本も好き欲しいし、夢を叶えるぞって本も欲しいし、ハルウララのぬいぐるみも欲しい、20歳の、恋愛思想論っていう本の欲しいし、ゲーミング PC も欲しい、北海道に旅行にも行きたい、ネクタイピンも欲しい、ネクタイも欲しい、ウマ娘の漫画全部欲しい、本当にいろいろとあるので、桃鉄ワールドも欲しいし、出陸の天使のスイッチ版も欲しい、アンダーテールのスイッチ版も欲しい、 PS5 も欲しい、持ってない、五等分の花嫁の全巻も欲しい、黒色のファイルも欲しい、枕カバーも欲しい、スーパーマリオブラザーズワンダーも欲しい、人生ゲームも欲しい、人生ゲームのあるスイッチ版のやつも欲しい、ヒューマンフォームフラットかな、そういうゲーム欲しい、あと何だろう、印刷用のインクが最近めっちゃ足りないので欲しいです、トリコの漫画全巻も欲しい、あとイタリア語の本 と、フランス語の本とスペイン語の本と、ああもう時間になっちゃいましたね。ちょっと物欲が強すぎるみたいになっちゃうじゃないですか。なんですか、なんでそんなないんですか。すぐ頑張って考えてるんですよ。ちょっとおかしくないですか。一人でほぼほぼ取りましたよ。だいぶアスカさんでしたね。いやいや、他の方々がなさすぎると思うんですけど。それでは皆さん、良いクリスマスを。良いクリスマスを。うるさい、静かにして、落ち着きなさい。そんな人が褒められる。子供アニメ声優教室。